どうも、ピン芸人のヒューマンライジングミヤです。キューピー。私の家族の話なんですが、まあ、皆さんも一家族に一人はややこしい厄介な人物って、まあ、親戚含めていると思うんですが、それが私の家族の中では母方の祖父がちょっと厄介な人で、まあ、みんなから敬遠されてるというか、ちょっと過去の経歴が原因でみんなから敬遠されてるような祖父がいて、その祖父がちょっとみんなから敬遠されてるんで、私たちの孫のお年玉を持ってくる年に1回の行事、その時だけ顔を見れるっていうぐらいの、まあ、距離感でやってる祖父なんですけど、まあ、その祖父がある日喫茶店をオープンしたっていうので、なんか母を招待したらしくて、で母が行ったところ、その喫茶店の名前が漢字3文字で三輪車だったんですね。で私名前が本名本当に三輪っていう名字なんですけど、家族みんなで三輪っていう名字をシェアハッピーしてるんですけど、母方の祖父なんでお前にはシェアしてねえよっていうような気持ちになりました。ありがとうございます。